ツチノコ。日本の伝承で有名なユーマの一つ、ツチノコは短く太い体と広がった腹部を持つ蛇のような生物とされています。目撃情報は古くからあり、体長は約30cmから80cm 程度で、素早く移動する能力を持つとされています。ツチノコは見つけることが非常に難しく、日本各地でその存在を証明しようとする試みが続けられています。ヒバゴン。ヒバゴンは日本のビッグフットに例えられるユーマで、1970年代に広島県の山中で目撃されたとされています。人間に似た体格で、身長は 1.5 メートル前後、全身が黒い毛に覆われているのが特徴です。ヒバゴンは強い匂いを発し、怪力を持つと言われています。クッシー。クッシーは北海道のクッシャロ湖に住むとされる湖の怪物です。目撃者によると、クッシーは長い首を持ち、胴体が水面に浮かぶ姿が報告されています。多くの人々がこの湖でクッシーの姿を目撃したと主張していますが、確固たる証拠は見つかっていません。石。鹿児島県の池田湖に住むとされるユーマ。石は湖の怪物として知られています。大きな体と長い首を持つその姿は、スコットランドのネッシーに似ているとされ、1970年代に数々の目撃情報が報告されました。現在もその存在について調査が続けられています。カッパ。カッパは日本の伝承に登場するカッパという妖怪の一種で、ユーマとしても語られています。カッパは小柄で、背中に甲羅を持ち、頭には水を溜める皿があると言われています。主に川や池に住み、人間や家畜を引きずり込むという怖い存在として知られていますが、目撃情報や伝説ではユーモラスな一面も描かれています。ケンムン。ケンムンは沖縄県の奄美諸島で目撃される森に住むユーマです。猿のような姿をしており、赤い体毛と大きな目が特徴です。ケンムンは木の上を移動し、チェリ人や山中の人々を驚かせることがあると言われています。人々にいたずらをする一方で、友好的な面も持っているとされています。ジュゴン。ジュゴンはユーマというより実在する動物ですが、日本では伝説や民話において神聖視され、海の守護者や人魚として語られることがあります。特に沖縄地方ではジュゴンが神話的な存在として崇められ、漁師たちに幸運をもたらすとされています。しかしジュゴンの姿を目撃することは稀で、その数は非常に少なくなっています。人間。人間は南極付近の海で目撃される巨大な人型の未確認生物です。体長は20から30メートルに達すると言われ、白い肌を持ち、腕や足のようなものが確認されています。その姿は漁師や船乗りによって報告され、未だにその正体は解明されていませんが、独自での神秘的な存在としてユーマ愛好家の間で話題になっています。アッコロカムイ。アッコロカムイは北海道の伝説に登場する巨大なタコのようなユーマです。体長は数メートルにもなり、海中を移動しながら漁師や船を襲うとされています。アッコロカムイは古くからアイヌ民族に恐れられ、時には神聖視されることもありますが、その強力な力と恐怖の対象として多くの物語に登場します。ヤマワラワ。ヤマワラワは九州地方に伝わる小柄なユーマで、山中での目撃が多いとされています。子供のような姿で森や山道を歩く人々に近づき、時に道案内をすることもあるとされています。しかし時には悪意を持って人々を迷わせたり、山中で奇妙な現象を引き起こすとも言われています。